4日間のショート決戦です。スポーツ日本無双冠70周年記念競争、今日は予選初日の模様をお送りしてまいりました。ソロ対戦もさらに進んで、いつものようにメンカードはドリーム戦です。第12レースを迎えました。1号艇西山翔一、2号艇には白渦勝也、3号艇柴田浩二、4号艇渡辺雅史、5号艇伊藤慶三、そして6号艇小林康、以上6名による対戦カード12レースの争いです。1号艇には西山翔一、人気を集めての登場です。スタートピシャリ、初戦はまくりの1着でした。メインカードのドリーム戦、後は後手に人気の中心です。がっちりとインコースをキープ、そしてスローの2コースです。パワーを引き出す確かな調整力が自慢であります白渦勝也。センターの3コースから俊敏にさばきたい柴田浩二が3コースに合流。ウィサンテ1、2、3下げて3選手がダッシュ戦、いずれも前半カード1着だった、そんな3者でありますが、前半逃げての1着でした渡辺、4コースへ、同じく陰線決めた5号艇の伊藤慶三、5コース、そして6コースのポジション2マークズバリと隙をついての1着でありましたが小林。3対3とスタイル固まった12レースのドリーム戦、並びはインカラー1番、2番、3番、4番、5番、6番です。12レースのドリーム戦、今スタートしました。6艇が横に揃った綺麗なスタート、こうなればインコースから先行です。先に行きます1号艇西山翔一、2コースから2号艇白津ヒーター、外前から3号艇柴田、攻めなんでるチャンス、バッタ1点、号艇渡辺雅史、バックへ抜けた。先頭の線が1号艇2号艇並走、アウトコース1号艇西山、インコース並んで2号艇白津、3番手内々の4号艇の渡辺雅史、一周にマークの旋回、スタートは正常です。インからわずか優勢、2号艇白津が2マークを突破、内側詰め寄って4号艇の渡辺、2艇回して引いて入る。1号艇西山、サッシュランドルホームへ帰った。2番手確保で2号艇西山、先頭リーダー5艇新と2号艇白渦、2番手は1号艇西山、3番手現在3号艇の柴田、3艇並び2対3、2周目の攻防です。内に待って4番手は接近観光中、5号艇伊藤慶三、前を伺うところ、3番手先に行く、2番手は進んで先前、1号艇西山、外をぐーっと回って3号艇柴田が旋回バックへ入った。アウトコースから3番手は2艇新、3艇新先行しまして3号艇の柴田、先頭は独走態勢、2号艇白渦、2番手1号艇西山、3番手3号艇柴田、3艇並び2、1、3となって2マークの旋回に移ります。4番手から内側接近する5号艇伊藤慶三、行かせて引いて差しを選択、3号艇の柴田、わーっと後方では水しぶき、アクシデントが発生の模様です。5艇が最終周回に入ります。お知らせいたします。6号艇の小林康は転覆のため失格、5艇が線後のバック直線入りまして独走体制は変わりません。2号艇の白渦勝也、2番手に1号艇の西山、3番手が3号艇の柴田、3艇並び2、1、3、ラストマークの旋回に入ります。レスキューの外を慎重に折り返す2号艇の白渦、2番手1号艇西山、3番手は3号艇柴田となった12レースのドリーム戦、まもなく五輪です。先頭2番白渦五輪、2着1番西山五輪、3番の柴田五輪、5番の伊藤、ラスト4番の渡辺五輪。